いいことね。仕事のもとって仕事どうなってた？伊藤さんち。白岩さんからちょっと私が紹介するよりも丁寧な説明があったので、今何を説明しようという感じなんですか？とか、早稲田大学の先生による三保の松原の三保の海岸のフィールドワークなんかも。あ、じゃあすみません、これも大量ですよ。大量ですね。大量です。嬉しいです。カスタマーです。外国人向けにさ、英語の文もつけたらいいかな。でちょっとライターも別に。うちら若いゴミの方かわいいところだったのに。豆電球って分類は豆電球は不燃って言ってたのかなと思って今はするんですけど、そのペットボトルのゴミ箱の裏側だとか隙間にすごくいっぱいあって、なんかその浜だったチェルシー・ロックマンです。主にプラスチックを専門内を研究しています。